石の陽道の芸術、麒麟の母と子、初めて五郎以外に麒麟を取り上げました。今までは愛犬五郎がしょっちゅう絵に載っていましたが、今回からできることならばいろんな動物を絵に描いてみようと思っています。今回は五郎の次の動物としてキリンを取り上げました。キリンの母と娘です。まあ子供を見守る母親の目つき、子供のポカンとした目つき、ここら辺を見ていただければと思います。ずいぶん足の短い、首の短いキリンですが、これも愛嬌です。次、次はこれもキリンの絵ですが、キリンと不思議の木という意味で、不思議な木の横にキリンが立っています。これはキリンと不思議の木という絵です。随分不思議な名ばっかしの木ですね。まあこれも前の絵と同様に、その色彩とユーモアを楽しんでもらえたらと思います。次は、まあ花と壺ということで、よくある図柄ですが、ちょっとマンネリ化しているんじゃないかなと思います。花と壺、花と壺、最後にご紹介するのは、これはテーマがあると言うたらある、ないと言うたらない、こういうふうな絵です。まあ誰か見ていると言うてもいいし、まあ図柄を楽しんでいると言うてもいいと思います。これで今日のご紹介の読まいは終わりとします。